はい。あ、おざす。おざす。おざす。10月の収益が出ました。あ、10月の収益。はい。あ、待ってました。はい。ありがとうございます。ちょっと9月の収益動画を飛ばしちゃったんで。はい、ああ、そうなんですか。確かにね。まあ、ちょっと9月、10月、両方発表してもらって。今日はもう、7月連続ということで。はいはいはい、前回、8月、長野の。あ、長野で、はい、河川敷みたいなところで。河川敷の。発表したのが、はい、66万円。あ、66万円でしたね。はい、はい。ああ、びっくりしました、あれは。はいはい。で、翌月、先月発表しそびれた収益ですね。が、もうさらっと言っちゃうで。え、もうそこ見せないの？さらっと言うスタイルさらっと言っちゃう。あ、だって知ってるやん。あ、そう。が、606,192円。ああ。はいはいはい。だと思いました。はいはいはい。実は。初のちょい下がり。そうですね。いや、でも、いや、もう十分すぎる。確かにな。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。マジで。で、はい、10月ですよ。あ、10月。はい、どうなったか。で、登録者数的に言うと、10月1日が38,400人。あ、38,484。はい。あ、10月31日が、43,100人。ああ。なんで、5000人ぐらい。5000人ぐらい。ああ。もうありがとうございます。はい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 。コツコツ行くタイプなんで。はいはいはい。そうですね。はい。そうやな。そうですね。バチバズりすることは基本的にないから。そうですね。まあその5000人の収益ですね、はい、まあ10月があれですね、内板さんとか、あーでっかいサイン書いちゃって、はい、天井に。はい、あ、でもなんかすごい、なんかあれですね、それで、ね、なんか来た人がいる。何を見てんねんこれ。ここしてたじゃなかったかも。VR かお前。そこそこ、なんかいろんな人来たって言って。あ、そうなん、はい、もう一回行きたいですよね。ちょっとどいちゃんと遊びに行こうかな。お、行ってこいや。じゃああとはまあローソンのやつとか。あ、ローソン。ファンのお金シリーズで言うと、はい、ワッフルとか。あ、ワッフルさん、はい、神戸牛。あ、神戸牛。とあとはあれですね、問題作ゆかおな先生。ああ、ゆかおな先生。ああ、いましたね。面白いですね、あれ。本当に何度再生したか。そうね、あれ何周もしてもらうな、あれ。あ、そうですね。で、あとは俺がなんかちょっと撮ってた、あのキャベツ君が飲むヨーグルトで腹下しまくってるみたいな。ああ、ちょっとあれだったね。アドバイス、あの菊花賞ですね。ああ、ゴスケさん、はい、ちょっとまたゴスケさんにちょっとやってもらいましょう。はい、ちょっと、うん、あ、童貞飲み会、忘年会みたいなのやりたいですね。童貞忘年会。忘年会、ゴスケさん、土井さん、カウツくんで、はい、童貞忘年会。童貞忘年会、ちょっと、はい、女性と接することができなかった年を忘れよう。もうちょっと慰めてもらいたいですね、ゴスケさんには。意味変わってくれよ。そうか。はい、まあそんな10月。あ、そんな10月でしたね。はい、で、はい、一応今までの収益がこんな感じっていうふうに。あ、はい、わかりました。あ、今出してるわけね。あー、なるほど。あ、はい、じゃあ、見るか。10月。はい。はい。いつもすいません。あ、じゃあちょっと。あー、はいはい。クソ漏らした顔してたな。10月の、YouTube 収益は、はい、495,556円でした。はい。うん、なんだ、そうか。まあまあまあ。まあまあまあ、でも、あ、そうか。うん、前が、だから66がピークで。はい。60いって、はい、49。はい、あ、ちょっと来月はまだそうか。ちょっと待って。あれ、下見じゃん。まあ、何個か理由があるとすれば、はい、まあ来月も言えるんですけど、はい、広告がつきにくいネタをちょい上げてるっていうのと、はい、あとはあれですね、なんていうんですか、ちょいバズってた動画があったんですけど、はい、給料日のやつとか、あ、給料日、あれとか、あと業務スーパーの動画、あ、業務スーパー、はい、あれがだから66万もらった月にぐん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 その伸びてたんですか。伸びてたんです。そうそうそう、昔のやつ。そうそう、昔のやつが伸びてたから、はい、8月は収益が多かったっていう。あ、なるほどなるほど。はいはい、昔のやつが。そう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 、これとどまることを知らないですね。そうで、いや、とどまったから減ってんけど。あ、とどまった。あ、そういうことか。そうそう、だから昔の動画が伸びてたのがちょっと落ち着いたから、ああ、はい、その分少なくなったって感じですね。じゃあもう再燃させるしかないですね、また。そう、再燃させる、まあ、もしかすると、だからここ1ヶ月2ヶ月で出したやつが来月再来月にまたグッて伸び出したら、その分ボーナス責任だから、ああ、だからプラスされるわけですね。そう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 、だからなんていうんですか、その月に出した動画、過去の動画が伸びてるわけじゃなくて、その月に出した動画で言うと、はい、全然右肩上がりではあるんで。ああ、もうこっからですよね。そう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 、じゃあいいか、いいですね。あとはあれやな、はい、
これってあれなんですよ、スパチャの金額も入ってんですよ、これって。あ、そうなんですね。そうそうそう。あ、そうだったんだ。うん。そうか、ごめん。まだ何も言ってない。なんか、刺しましたよ。おじさんがあれ筋トレしてるってことですよね。ごめんなさい。まあまあ、あれは、まあライブっていうのと、あとはもう、怪物くんのもう、寿命を伸ばすための、伸ばすための企画なんで、なんでまあ、あれでそこまで稼がなくても。そうそうね。はいはいはい、まあでもみんなはなんかやっぱ、大食いが見たいっていう人が多くて、ちょっと平均体重になったらね、はい、考えてもいいかな。まあそうね。それで僕もちょっとちゃんと調整しますんで。はいはいはい、じゃあまあ、そんな感じの秋でした。はい。はい、ありがとうございます。